えー、東京五輪は開催されるでしょうか放映権のために無観客で強行開催されそうな気がします。中止になるとしたらどんなことが考えられますかえっとまあ僕も多分無観客でやるパターンじゃないかなと思ってるんですけどもその放映権の問題っていうので、まあ、そのアメリカのキー局がなんかあの10年間で1,000億あれも,なんかもう1桁上だっけ確か1,000億円とかなんかそれぐらい払ってるとかなので。 その、もしやらないとすると、な、なんか何百億円ぐらい IOC が返金しなきゃいけないですよね。あれ何百億じゃないな。百億二こ億か。え、もっとでかいよな。あれちょっと今、あの、桁忘れました。<laughs> あれ、一兆ぐらい払ってるってこと千億円のディールで、えっ、ー、と、年、一回ごとに一千億円ぐらい払ってるのかな まあいいやっていう額があるんですけどで多分 IOC はそれ払わなきゃいけないあの要はお金返さなきゃいけないんですけど IOC ってオリンピック以外の収入ゼロなんですよ、まあ、オリンピックをやることで収入になる団体なのでなのでそのオリンピックやらないっていうふうにしちゃうとそもそももう収入ゼロででその合流してるわけじゃないですかいろんな方々が。 でそこのお金も動かなくなっちゃうのでまあなんとかして開催してとりあえずあの放映はしてその放映権収入っていうのを得るっていう形にしたいなっていうのがその IOC っていう世界の方の。で放映権収入自体は日本にはほぼ入らないんですよ。なので日本の場合は日本はオリンピックをやることで観光客からのチケット収入が増えるっていう形とあと世界中からのその観光客が来てそのホテルに泊まります飯を食いますって言ったのでお金を落としてもらうっていうのに期待してたんですよ。 で、ところがどっこい、その、が、あの、無観客でやっちゃうと観光客来ませんと。なのでそのホテルは空きっぱなしですし、レストランも人が行きませんってなっちゃうので、おいおいふざけんなよってなっちゃうんですよね。日本国内が。なので、その、無観客でやるっていう道筋はほぼほぼ決まりつつも、観光客いるからみんな応援してくださいねって言わざるを得ないっていうのが、多分その日本のオリンピックやりたい人たちっていう。 今その日本の人たちが、じゃあいいオリンピックやんなくていいよ、俺たち損するだけじゃんってなっちゃうじゃないですか。観光客来ないし、お金持ちないと。で、その、要はもう開催するだけで赤字は確定してるのに、その開催することでさらにその赤字を東京都とか日本国が払わなきゃいけないので、なので、それもその無観客っていうのは言えないっていう状態なんじゃないかなと僕は思ってますけども。はい